ま、俺らに黙って影使いの小娘とイチャコラしてたことは置いておくとして、あまり置きたくはありませんけど、せめて護衛に呼んでもらえていれば。っていうかレンさんはともかく、リーシャもいたって言うんなら私だって呼ぶのが筋じゃないの？無茶言うな。もともと夜回りのついでくらいだったからな。あの娘にしても訳ありだとは思ったが、まさかあんな事情があったとは。心配ですよね、ヨルダちゃん。まさかお兄さんがそんなことに。ちゃんとかつけるような殊勝な小娘じゃねえだろうがな。双子のお兄さんも彼だからね。正直今でもちょっと許せないけど。ネメス島でも反応兵器を起爆しようとした。いえ、すでにしたかもしれない人物たちです。妹さんの方はまだしも、昨夜の話では彼の脅威度評価は上がっていそうですね。異端めいた儀式とやらの背後にいたかもしれんという話だったか。ええ。明らかに DG を模したような陰死邪教の儀式って感じだったわね。とはいえ女神の否定というお題目は言ってなかったみたいだけど。カトル君、レン先輩。ま、断言まではできねえが別物だろう。何よりも匂わなかったからな。関わってた身からすると DG ってのは常に不臭めいた匂いがした。人の奥底に取り付き魂を飲み込むような濃密で据えた匂いがな。そうね。うん、汚れとかほの暗い感情が凝縮されて煮詰まったような。まさにネメス島で私たちが感じた息吹でしたね。ロッジごとに違いはあったが、そうした負の想念は共通していただろう。それが感じられなかったのだな。ええ、あれはまるで側だけを真似たような、どこかうつろなまがいものめいた気がした。うつろなまがいものですか。まああんたの嗅覚だったら結構的を射てるんじゃないの。まがいものといえばあのイクスって子、何かの装置を持ってたそうじゃない。ええ、ステルス状態だったからはっきりと見たわけじゃないけど、確かに少し似ていたわね。それにま、そいつみたいな凝った装飾のフレームじゃなかった気もするが。それでもそのデバイスの力で不可思議な転移を行ったわけですか。あの見えざる謎の鬼と共に。おいおい、どう考えてもやべえことになってるのは間違いねえだろうが。東方系の失踪者も多かったらしいが、そりゃ兵ゆえも本格的に動くだろうよ。なのにキンケイドさん、 CID は何かを把握しながら無視してるんですよね。テロ対策の観点からしても、情報機関としてもありえないと思います。そうだね。いくら宇宙計画が佳境に入りつつあるからといって、場合によったらそちらに影響だってあるかもしれないのに。いや、あれはむしろ影響がないのを確信しているみたいな態度だったな。それまでこの異常な事態を完全放置するって腹みたいだな、お前らは。いいや、大統領とお前は一体何を考えてやがる。
国家機密だ。これ以上私の口から言えることはない。そのくらい察しろ、アークライド解決事務所所長。今の世界は病理にとらわれている。反移民という狭い視野にとらわれる白人も、東方人という伝統に縛られている者も同じ。所詮人が生まれながらにして背負った真から逃れ得ぬ無力な存在だと言えよう。だがそれでも救いは等しく人間に与えられるだろう。現世という偽りの闇を暴き、我らを導くもう一つの夜明けにより。その前に臨時バイトの再登録をお願いしようかな。はあ、お主は。おいおい、久々に現れたかと思ったら。やあ、前にアンダルシアのケーキを手土産に遊びに来た時以来かな。ああ、そんなこともあったね。限定品をちょろまかした代わりに定番メニューを持ってきただけだがな。あの限定はすぐに期間が終了して、結局味わえずじまいだったんだが。バンさんが悲しみの息吹を。つうかガチへこみはうぜえからやめろ。まあまああの時のお詫びじゃないけど、バイト代抜きで手伝わせてもらうよ。ちょっと忙しかったんだけど、いろいろ面白いことになってるそうじゃない。ふーん、随分耳が早いけど、キンケイトさんあたりから聞いたわけ？イカルガも MK 同様、大統領府からの最終オーダーの最中かと思いましたが。それは否定しないけど。ああ、でも私も計画の一部しか知らないよ。うちにしても
MK にしても全体像が見えないよう情報を制限する。そのあたりは大統領閣下や CID の手のひらの上なのは変わらないからね。そうみたいだな。うすうす気づいていましたが、そのオーダーも山場の手前でね。今日の午前中くらいは暇ができたんだ。それで昨夜の話を聞いて助太刀を申してようと思ったんだけど、彼女に剣の乙女もいない状況なら割と役に立てるんじゃないかな。ちょうど聞いてたみたいね。まあ、あなたなら勘でも当てそうだけど。戦力としてはもちろん願ってもありませんが、どうします？わかった。午前中だけっつうなら後腐れもなさそうだしな。正直妙な兆しが多すぎる。お前の勘の目にも頼りたいところだ。一切承知。そこは任せてよ。そうと決まれば邪魔しちゃったけど、早速 4SPG を片付けに行こうか。こちらも午後と夜に備えて感覚を研ぎ澄ませておきたいからね。って、おい、今なんて言った？なんだか知らないけど午後から重要な用事があるみたいだね。うん、まず宇宙計画の要になる。ストップ！聞いたらめんどくせえことになりそうだ。こちらに関係してねえんだったらわざわざ話さなくてもいい。ああ、確かにどちらも君たちと直接は関係してないかな。彼とは MK で会ったそうだけど、今後何らかの縁もありそうだしね。だからこちらも想像がつきそうな背景をちらつかせてんじゃねえ。予報じゃ午前中は降ってるんだったか。そういやシズナ、傘は持ってこなかったのか。事務所に来られた時に服が全然濡れていなかったような。ああ、この程度の小雨だしね。全部避けてきたんだ。突っ込まないわよ。さあ、来た。
ちた。やっぱり地元が一番ね。どれどれ。サポートいたします。あのツバメたち、そろそろハイレル通信がお送りするニュース。お疲れ様です、アークライドさん。いらっしゃいませ。Thank you.
とう。ようこそおいでくださいました。今後ともどうかごひいきに。ちょっといいですか。行こうか。エルラントへようこそ、お客様。サイモンさんたち、頑張ってほしいぜ。確認いたしましょう。すでに宇宙計画。ちょっといいですか。多数出演が決まっており、華やかなライブと合わせファンを獲得しているようです。お伺いしましょう。またお越しください。失礼します。ちょっといいですか。イーリス・レディオネットワーク。ニュースセンターより最新のニュースが入っています。こんにちは。チャージだ。少々よろしいですか。何にすんだ。そんじゃあな。さて、ちょっといいか。
皆様お疲れ様でした。報酬が振り込まれたわ。行きましょう。エルとへようこそ、お客様。仕事を始めるわよ。では参りましょう。
最高にエキサイティングな乗り物でしょうね。新開発の宇宙服を着れば宇宙空間でも自由に活動できるわ。みんなに投げキスでもしちゃおうかしら。共和国が進めるスターテイカー計画もいよいよ大詰め。みんなで保守。Thank you.
感じだね。始めるとしようか。つくよみは我が太刀は虚にして実。そこだ奥義霊月一閃。くそ、まだまだここからだ。これにて一件落着だね。入金を確認。